ってるな。4番アニー・ベルマールさん、カナダ。 Number 4 representing Canada, アニー・ベルマール。カナダ、アニー・ベルマール。ショートプログラムは第7位でした。ルイジーに作曲、エジプトの踊り。得意のスピンです。スピンは相当自信を持っている彼女ですが、佐藤さん、はい、その他にベルマーレのどんなスケーティング期待しますか？はい、ジャンプとかステップ、スピン、いろいろ一つ一つのエレメンツに、今の昨日ミスをしたトリプルルッツでしたね、ジャンプなどにだけこだわらずに、いつも上向きで頑張っている選手ですよね。はい、午前中の練習ではこのスピンの手足の動き方に気を配っていました。高さありましたね。はい、得意のスピンは最後まで軸がぶれることがありませんでした。カナダ、アニー・ベルマール。昨日ショートプログラム第7位のベルマールですが、五十嵐さん、全体の印象どうでしょう？
そうですね、ちょっとスタミナ不足じゃないかなという気がしますね。ただ途中であの転倒してまして、一旦転んでからですね、立ち上がってまたあのスピードをつけていくということをやりますと、あの結構余計な体力を消耗してしまうんですね、はい。まあ、それが後半に響いたんじゃないかという気がします。これは最初のトリプルルッツですね。この高さは佐藤さんどうですか？この高さは非常に高くて良かったと思いますよ、はいはい。スピンを今度評価してみてください。あの軸がいいですよね。やはりあのトリプルフリップとかですね、ええ、あの失敗が目立つところであったということが、まあ、ジャッジにどうしても印象として残ってしまうと、はい、いうこととですね、あと、細かいところなんですけれども、ええ、例えばトリプルルッツとかですね、トリプルサルコとか降りた時に、まあ、両足でですね、ほんの一瞬降りてるように見えるんですね、はい。まあ、実際そうなってるのかもしれないんですけども、ですから厳しいジャッジだとそれを減点するというようなことになると思います。しっかりと右足で降りなければいけないというシーンです。その降り方も含めて技術点、テクニカルメリットはご覧の得点、日本の 4.9 というジャッジメント、ウクライナは 4.8 がありますが、ロシアの 5.4 まで非常にこの分かれる評価になりました。一方のプレゼンテーションは表現力です。こちらも5点台の前半で、ウズベキスタン唯一4点台、4人滑り終わってベルマーレは第3位、スグリは2位には踏みとどまっています。5-4 5-1 5-0 4-9 5-0 5-2 5-1 5-1 Thank you.